鈴木国広3月17日隊は、日本の空手テ神奈川県出身。新極新海厚木、赤羽支部支部長。第八回世界大会王者。得意技は、中段回し蹴り。神奈川県横須賀市の農家の家に生まれる。柔道を経験した後、空手テバカ一代の影響で、極新海館横須賀支部に入門。 1990年の全日本選手権で田村義弘に敗れたことがきっかけで職を辞して内弟子になる。1994年、1995年の全関東大会で2連覇を達成するも、その直後の分裂騒動に巻き込まれ所属していた横須賀支部が遺族派に属すると、世界大会を目標としていた鈴木は、所属支部を離れ、 一時的に中立の状態となる。松井派の開催する第12回ウェイト生大会への出場も予定されていたが、支部長競技会派主催の大会に出場し、優勝、世界大会への出場権を得る。その後、遺族派と支部長競技会派が合流した大戦派へと移る。1997年、障害暴行事件を起こし相手に重傷を負わす。二千年、 鈴木国博道場を開設また、同年から2002年にかけて全日本大会を3、連覇、翌2003年には、全世界大会優勝を成し遂げており、塚本徳信や塚越高行らと共に、新曲新海を代表する選手でもある。2013年、アデランスが創業45周年を記念し、都内会場にて開催した。 ミスター・アデランス・コンテストで特別賞を受賞。現在は、東京・赤羽を拠点に、神奈川県下にも、道場を展開し、更新の指導に当たっている。拳魂一滴 ISBN978 から48億2110万8664。ありがとうございます。